機動戦士、ガンダム戦場の絆。機動戦士、ガンダム戦場の絆。機動戦士がガンダム戦場の絆は、アニメ、機動戦士ガンダムを題材としたアーケードゲームである。大型筐体に乗り込み、本当に大型戦闘ロボットを操縦しているような体験ができる。アーケード業界において、大型筐体を用いた体感ゲームのノウハウを持つ、ナムコと。 ガンダムを用いたゲームを多く世に送り出してきたバンダイ。両者の経営統合をある意味に実に体現したゲームといえる。2006年4月、ナムコ直営店の東京都中野区プラボ中野店。2010年7月30日、原点名ナムコ中野店へ、変更と神奈川県横浜市鶴見区プラボ鶴見店。2009年1月15日閉店で、 最初のロケテストが行われた。2006年8月29日からは、複数店舗による2回目のロケテストが開始され、神奈川県川崎市幸井区、ナムコワンダーパークヒーローズベースで、初代ガンダムの声優を招き大々的イベント宣伝を展開し、テスト店舗を逐次入れ替えながら、本稼働まで継続して行われた。2006年11月7日、 レブ1.00が全国にリリースされ本稼働を開始した。俗にレブ 1XK と呼ばれる。オンラインアップデートは2008年9月にレブ1.16をもって終了し、2009年7月1日をもってオンライン対戦などの全ての運用が終了した。レブ 1XK の発売元はワンプレスと開発、販売はバンダイナムコゲームスの AM カンパニー。プロデューサーは、バンプレストのババリュー一郎、バンダイナムコゲームスの小山淳一郎らの名前が、名裸にされている。実質の制作は、メインディレクターのバンダイナムコゲームスのタコ吸児によって行われていたとされる。DLP プロジェクターは、東芝製を採用。2008年12月には、ハードウェア改造バージョン、俗に u うレブ2 x k がリリースされた。 レブ 1XK との対戦はできない。レブ 2XK からは、発売、開発、販売はすべてバンダイナムコゲームスの AM カンパニーが行っている。AAM カンパニーは、コンシューマーソフト開発部門とは異なる独立した開発部署であるため、バンダイ、ナムコ、バンプレスといずれのレーベルも使用せず、バンダイナムコゲームスレーベルとなっている。 また開発メンバーもプロデューサーが高橋裕二へと変更になっている。開発チームは同じである。DLP プロジェクターは Rev1X と同じく東芝製を採用。2011年7月にはシステム基盤と記録媒体を変更した俗に言う Rev3X 系がリリースされた。Rev1X 系、Rev2X 系との対戦はできない。 プロジェクターは当初は前の2バージョンと同じく東芝製の DLP プロジェクターを採用していたが2011年8月以降一部店舗ではプロジェクターを三菱電機製フル HD 対応型に変更もされている東芝製 DLP プロジェクターは2018年2月9日をもって修理サポートが終了したが三菱電機製フル HD プロジェクターは 同年2月9日以降も修理サポートを継続する。2016年12月に稼働開始した俗に ULev4X 系がリリースされた。これによって出撃地点がモビルスーツのコストによって出撃地点が変わるなどの変化を遂げた。また、Lev4.00 ではラプラスの紛争のモビルスーツが4機追加されたほか、第2次ネオジオン構想の機体6機が 追加予定パノラミックオプティカルディスプレイと呼ばれる半球スクリーンを持った操縦席型の筐体にプレイヤーが入り、それぞれのプレイヤーがモビルスーツ、イカ MS やモビルポット、下 MP の操縦を担当。地球連邦軍とジオン広告軍に分かれて4人、対4人から最大8人、対8人で戦う。同一店舗の味方プレイヤーとは、 ボイスチャットによる通信を行うことができ、他店の見方や CPU 操作のパイロットとも、ボタン操作によるシンボルチャットでの連絡が可能。レブ2.0では、座席備え付けのマイクにより、音声認識機能を用いたシンボルチャットが実装された。これにより、音声認識ボタンを押しながら喋るだけで、いくつかの語句はシンボルチャットとして送信することができる。 大きな筐体だが1台につき、操縦席も1席。筐体4台及びパイロットターミナル1台で1、構成。システム基盤は、システム上の2を使用。1チーム最大8人、計16人まで同一空間でプレイすることができるので、一つの店のプレイヤーが同一部隊を構成することも可能。人数が足りない場合はネットワークを通じて、 他県のプレイヤーもしくは CPU 操作のパイロットが計4人以上かつ相手チームの人数と等しくなるまで補充される。店舗によっては、筐体4台ターミナル1台のセットを複数設置している店舗もあり、筐体が8台以上の店舗であれば同一店舗だけで8人同時に出撃することも可能となる。パイロットカードと呼ばれるメモリーカードなしでのプレイはできず、 パイロットターミナルでカードを作る必要がある。所属する勢力、地球連邦軍、ジオン広告軍、パイロットの外見や名前等を決めた後300円を投入すると、カードが発行される、一部の店、店舗などで更新。作成が100円のところや、無料のところもある。ただし、無料のところは更新しかできないところもある。レブ 3X 以降は使用カードが共通 IC カードの、 バナパスポートカードに変更されたほか、レブ 4X 以降は2018年10月25日からアミューズメント IC 対応となった。連邦 VS ジオンをはじめとする機動戦士、ガンダム VS シリーズと同様のコスト性を採用。MS、MP や拠点が撃破されるとそのコスト分だけ、自軍の戦力ゲージが減少し、先に相手ゲージをゼロにするか時間切れによる、 戦闘終了後にゲージの多い方が勝ちとなる。ゲーム終了後、パイロットターミナルにカードを入れて、ポイント獲得、装備品等の支給を受ける。また、初回プレイ後に所属分隊を決定することとなる。なお1ヶ月プレイをしていないと強制的に、対データ消去させられまた新しい所属招待を決定する。ターミナル上部のディスプレイでは、 インフォメーションの他に2戦目のリプレイ映像が流される。プレイ中には気づかない戦況の変化を客観的に見ることができるリプレイは戦場の絆の醍醐味の一つとも言える。乗り込み型の筐体を使ってロボットを操縦し4人よりも多い人数でリアルタイム対戦できるような類似のアーケード用ゲームシステムは今まで日本製のものは本稼働したことがない。 米国製のものだとバトルテックセンターがあり、過去には日本でも稼働したことがあった。2008年12月、筐体のハードウェア一部交換やゲームシステムの変更や一部の既存機体のカテゴリー移動、大幅な機体追加などを含む r e v 2 0 1がリリースされた。ただし、バージョンアップには POD の改造を含む作業が必要であり、 レブ 1X 系の運用が終わった2009年7月1日以降も一部の店舗ではレブ 1X 系のまま使用されている。レブ 1X 系のカードはそのままではレブ 2X 系では使用できないがレブ 2X 系のターミナルで引き継ぐことにより使用できるようになる。また、接続されるゲームサーバーが異なるため、 レブ 1X 系のテンポとレブ 2X 系のテンポでマッチングすることはない。機体の移動は2本のレバーと2つのフットペダルによって操作する。レバーのみで通常移動、フットペダルを組み合わせることでダッシュ、ジャンプを行う。ダッシュ及びジャンプには制限時間があり、それを越すとオーバーヒートとなり一定時間使用不能となる。攻撃は右トリガーで、 射撃攻撃、左トリガーで格闘攻撃を行い、両トリガー同時押しでサブウェポンを使用する。レバー入力によってタックル攻撃をすることもできる。射程距離内であれば、ロックオンボタンを使い、ロックオン状態にすれば武器の命中率を向上させることができる。密閉された空間で長時間画面を見続ける上に、目の前にある画面が急激に動くにもかかわらず、 体が全く動かないという構造上、体の平行感覚がおかしくなってしまい、3D ゲーム特有の 3D 酔いを引き起こしてしまうことがある。2007年7月にアップデートされた Rev1.07 からは、パイロットカード挿入後コイン投入までの間に、3D 酔いについての注意点が数秒間表示されるようになった。また、Rev2.09 から、 3D 酔いが起こりにくいコックピット表示を選択可能になった。2010年11月24日に台湾、香港の一部の設置店にて日本と同じレブに X までのソフトウェアアップデートが行われマッチングが可能となった。海外だがゲーム内容は日本のものと同じため日本語で表記される。サイトしては レブ 1X からのパイロットカードのレブ 2X への引き継ぎができないこととハードウェアは、レブ 2X で変更されたレバーや追加マイク等はなく、レブ 1X のままであるため一部が機能しない。プレイヤーが使用できる MS、MP は5つのタイプに分けられる。いずれも、長所と短所があり、カテゴリーごとの役割分担が明確になっている。レブ 2X への移行とともに、 カテゴリーの整理、変更が行われた。100メートル前後の格闘戦に特化したタイプ。素早い動きと強力な格闘能力があるが、ダッシュにはリミッターがかけられており、短距離移動しかできない。全カテゴリー中で唯一、格闘攻撃から射撃攻撃につなげるクイックドローを使用できる。接近戦においては、爆発的な攻撃力を持つ反面。 相手に距離を取られると弱い。200メートル前後までの距離での戦闘に向いた、ハム用タイプ、同コストの他カテゴリーの機体と比べると、一般的に機動性が高く、なおかつ格闘も射撃もこなすことができるため、前線維持や押し上げに活躍するカテゴリーである。機体の性能バランスが良く、初心者にもある程度扱いやすいカテゴリーである。 200メートルから500メートル前後の砲撃戦に特化したカテゴリー。適正距離での射撃は全体的にダメージが高く脅威であるが、反面それ以外の距離での戦闘には不向き。武装の中には敵拠点に有効打を与えられる武装もある。レブ1.10アップデートにより、一部の機体には格闘能力やサブ射撃と引き換えに追加弾を装備することができる。 ダブルアームドシステムを実装された。400メートルから700メートルでの長距離射撃に特化したタイプ。長大な射程と強力な拠点攻撃能力を持つが、懐に入られると脆い。レグ1.09よりダブルアームドシステムが実装され、拠点攻略装備と MS 支援装備の両立が可能となった。狙撃銃により、最大1000メートル前後までの敵に、 大ダメージを与えられるタイプ。ロックオンのシステムが他の機体とは大きく異なるのが特徴。長距離からほぼ一方的に攻撃できる反面、機体は脆弱で格闘能力も乏しい。最も広いレーダーを利用して戦況を把握し、いかに敵機に接近されずに狙撃に適した場所へ移動するかという専門色の色が強いカテゴリーである。中距離支援型から変更。 100メートルから300メートル以内の射撃戦に特化したカテゴリー。近距離戦型と比較すると、連射力や前衛での進行抑止力は劣るものの一撃で与えられるダメージが大きい武器を多く持つ。一部の機体はダブルアームドシステムを実装している。後方支援型から変更。400メートルから700メートルでの長距離射撃に特化したタイプ。 強力な拠点攻撃能力も持つが、近距離戦闘、格闘戦闘能力はなきに等しい。ダブルアームドシステムが実装されている。射程距離が最大600メートル前後まで短くなったが、レブ2.05のアップデートにて800メートル前後まで伸びた。レブ2.50にて、急スナイパーは軌道、走行で性能が変化する方式から、チャージ方式に変更。 以前と比べ8対8の全国対戦が激減したため、前衛としての能力が最低レベルの狙撃型は使用率が激減した。レブ3.50にて、狙撃型の全機体、射撃型の一部機体が移行するカテゴリー。全機体がダブルカートリッジシステムを実装している。支援タイプは、キャノン型、範囲ービーム型、ミサイル型、スナイパー型に分類される。 登場する機体は、電報、ジオン共に一年戦争や、デラーズ紛争前後、ラプラス紛争の機体に集中している。一部雑誌や、機動戦士、ガンダム刀、機動戦士、ガンダム MSVR ジョニー・ライデンの機関の、単行本の初回生産分には、一部の機体の、エクストラカラーが解放される、プロダクトコードが同梱される。 解放するには、戦場の絆の会員に登録が必要。サイド7演習場とオーストラリア演習場以外のステージでは、それぞれの軍に拠点が配備されている。自軍の拠点では、機体の体力回復ができる。しかし、拠点が破壊されると、戦力ゲージが25%削られ、さらに修復中は、体力回復もできなくなる。破壊された拠点は、 約六十カウントで修復され、また回復可能になるが、武装を有する拠点は、武装が修復されない。地球連邦軍は、ビッグ、トレイ、ジオン軍は、ダブでの場合が多いが、戦場によっては、他の種類に変わる、下記参照。また、攻撃能力、武装を持つものと持たないものがあり種類は豊富。それぞれ耐久力が高く耐拠点用の武装以外は、 ほとんどダメージが与えられないため、拠点攻撃能力を持つ機体は、最重要撃破目標となることが多い。戦場は、ある程度の期間ごとに変遷する。最初は 4VS4 だったが、2007年2月19日より、8VS8 が登場。2008年2月24日には 6VS6 も登場した。イベントでは 5VS5 もある。また、 2007年3月30日より、ミノフスキー粒子濃度50%、ダッシュなどを使っていない敵機はレーダーに映らないになる、火が入るようになり、2008年2月14日には濃度100%、敵機が完全にレーダーに映らないも登場した。2009年3月26日にバンダイレーベルから発売された、プレイステーションポータブル、以下 PSP 用ソフト。 先着購入特典はアーケード版の戦場の絆で初回だけガンダムに試乗することができ次回から通常のパイロットカードとして使用できるトライアルカードと新米隊員用戦略ガイドソフト開発はエースコンバット X スカイズ・オブ・ディセプションスカイ・クロラを制作したアクセスゲームズが行っているバンダイナム・コ・ゲームズ側のメインディレクターは アーケード版の Rev1X 系のメインディレクターであるタコ9時によって行われており、アクセスゲームズ側のディレクターはツリーによって行われている。Rev1.16 をベースに制作されており、PSP 版オリジナル要素として、ミッションモードとオリジナルルールモードが搭載されている。レブ1 1 6で出現したモビルスーツと業務用では操作ができない拠点が、 使用可能となっている。アドホック通信により、最大4人、対4人の協力、対戦ができる、プレイステーション3のアドホックパーティーにも対応。ゲームシェアリングも対応しているが、戦場がサイド7に固定され、ジオンではザク E 連邦はジムのみが使えるが、隠し要素を含む武器もすべて選択できる。アーケード版と比べしばしば酷評されることのある。 本作だが、操作系、映像系を除く、システム部分のアーキテクチャは、アーケード版、レブ1、X とほぼ同一である。つまり、レバーとペダルによる、操縦の疑似体験、ドームスクリーンに映し出される迫力ある映像が、戦場の絆というゲームの全てであることの、現れであり、たとえどの家庭用に移植されたとしても、その本質を失ってしまうことを物語る。 このソフトをベースとして PSP 本体に手を加えて家庭用のコックピットを自作するユーザーも少なからず存在する。しかしながらコックピットを制作する上で最大のネックとなるのがアーケード版の左右2本レバーで行う4軸操作に対して PSP 版は1つの十字キーまたはアナログスティックのみで行う軸操作と根本的に操作法が異なるという点である。 これを解決するには、レバー側の4軸、左手、上下、左右、右手、上下、左右を PSP 側の2軸、上下、左右へと信号変換させることが必須となる。大半のコックピット製作者は、信号変換の際にソフトウェア制御を用いるが、ソフト自体が汎用設計のために、斜め後方に限り移動、または旋回。 オプション設定によるが入力に反して左右反転力されてしまう不具合がある。これは横入力操作の移動と旋回がシフトボタンでの切り替え式のために起きてしまうやむを得ない現象であるが任意団体であるジオミッツ社ジーアミッツは専用のシーケンス制御回路を設計、開発し、それを PSP 本体のコントロール基盤に直結させるハードウェア制御を用いて ソフトウェア制御で起きていた不具合を解消、さらに実際のアーケード版レバーを使用することで、唯一 PSP 版でありながらも本来の POD、同様のサイドスティック方式で行う操作法を実現させたことで知られる。VR 体験施設、VR ゾーン新宿でテスト設置のアミューズメント、施設用、アクションゲームの VR アクティビティ。 2017年11月10日から2018年1月9日まで期間限定試験運用。HMD に専用可動式コックピット筐体 VR プロトタイプバージョンモーションコックピットを使用し4対4のバトルが楽しめる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。